にゃんにゃんにゃん、始まりました。うなぎの夜食事情、ひまわりです。今日もよろしくお願いします。いつもコメントありがとうございます。返せるときには返していますので、よかったらコメントお願いします。はい、というわけで今日はババーン、この子の名前が決まりました。というわけで発表します。この子はオスなんですけど、我が家猫さん4匹いまして、男の子には最後に丸ってつけてるんですよ。なので今回この子もなんとか丸にしようと思ってずっと悩んでたんですけど、キツネというのもあり、お揚げさんみたいな色もしているのもあり、名前はじゃん、いなり丸になりました。いなり丸です。どうぞよろしくお願いします。この子は2019年5月21日生まれのフェニックちゃんです。もうすでにうなのフォロワーさんだったりだとか視聴者さんからは絶大な人気を誇っております。で、なんか前回子供ができましたっていう動画を出したんですけども、嘘なんですけど、この子なんですけど、なんかすごいやっぱいろんな方が見てくれてたみたいで、本当にすごい、なんか会った人にみんなにフェニックちゃんってすごい言われてて、もうすでに大人気なんですけども、今後の課題といたしましては、やっぱり猫さんと仲良くなれたらいいなと思ってます。意外とこうフェニックさんって知られていないので、なんかいろいろ紹介できたらいいなと思っております。でもウナもね、全然まだ1年目、フェニック1年目の1年生なので、知らないこともたくさんあるので、お勉強しながらね頑張っていこうね。眠たいんだよね、もうね、またね。はい、というわけで皆様、今後ともいなり丸をよろしくお願いします。なんか買って大変なこととかもすでに結構あったりするので、そういうのとかも動画にしていけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。ぺこり。というわけで本日の動画は以上です。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ぺこり。